おやっとさん、KTS 気象予報士の中又美咲です。おまんさーたちゃん、線状降水帯っちゅう言葉を知っちょんな。発達した雨雲が直線状に並んで同じ場所でずっとずんばい雨を降らせる雨の範囲のことやっと。実は昨日から気象庁がこの線状降水帯っちゅうキーワードを使った大雨情報を始めました。タイトルは顕著な大雨に関する気象情報です。ここ最近はほんのこち大雨による災害が増えちゃってすよね。毎年後ニュースでは線状降水帯による大雨が報道されちゃっとな。線状降水帯による大雨イコール災害発生という印象が社会的に浸透してきたので、ほんのこて気をつけんなんなかどうちゅごってスタートしました。湿った空気が山に当たって上昇すると雨雲ができます。空気の流れ込みが続くと雨雲はどんどん作られます。その雨雲が上空の風に流されて直線状に並びます。こうして線状降水帯ができます。去年の7月上旬、薩摩地方でも線状降水帯による大雨がありました。この時は薩摩川内市や日置市で90ミリを超える猛烈な雨が降りました。薩摩地方を中心に記録的な雨が降り、県内では初めて大雨特別警報が発表されました。顕著な大雨に関する気象情報が発表された場合は、もう一気底水危険が迫っちゃうということです。迷わんじ逃げないかん合図だと思ってくださいね。